ちらは鈴木大福です。よろしくお願いします。僕もね、成人しまして、ついにいろんなことがもう分かってきましたけども、前回は私、地元のね、ナホテルの方でお二人にね、エッチな質問をたくさんやったんですけども、今回もっともっと過激なこと、こちらのエチエチ先輩にたくさん聞いていきます。自己紹介お願いします。カッピーです。アッピーです。よろしくお願いします。ちょっと疲れたんでやめますね、もうこれ、そりゃそうね。エチエチお悩み相談をしたいと思います。わー、悩める処女とか童貞の皆さんも、言い方悪いなもうちょっと嫌われる。ピュアな皆様から募集したエッチなお悩みとかに本日は答えていただきたいなと思います。エッチということで、今回インラブホテルでやりたいと思います。もうムラ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 つき上げますよね、本当に。ということで早速やっていきます。新年まだノーエッチでムラついてます。おい、まだ始まったばっかりじゃん。そうだよ、こっちだってやってねえんだよ。確かに、でも疲れそう、チローさん。ちなみに相手がチローだったら辛いですか？辛い辛い。チローよりだったらソーロの方がいい、うん、そうなんですね。でなるべく男性も早く行けるように頑張りましょう。むず、付き合って間もないです。やりたいんですけど、どのぐらいできますか？付き合ってしまえばいつでもいいのかなと思います。初日でもいいんですか？初日でもいいと思います。付き合うっていうことはまあそういうことですから。付き合いってことですか？じゃあ付き合ったならもう初日からでもできるということで、場合によっては誘い方次第だと思います。オラオラ系で行くとちょっと気持ち悪いのでいいかなみたいな。福さん、どうした？わかりました。あ、よかった。ムラつきました。よかった。行為するとき全然声とか出るほど気持ちよくないんですけど、そんなもんなんですか？それはまだ出会えてないんじゃない？本物に。本物を見つけたら自然と声が出るようなものなのでしょうか？出したくなる。出したくなる。うつ伏せになって床とまあこう擦るという072を保育園児の時からしていて、今もやめられません。何か分からずにやってたんだよね。これはやめた方がいいんじゃないというしかないですかね。なんかね、女の子やりすぎちゃダメらしい。男の子とするときに気持ちよさが少なくなっちゃうんだって。やめた方がいいかも、結構ガチで。床に注意です。正常位してたら彼氏の汗が垂れてきます。つらい。あ、つらいの。うち今いいなと思った。経験あるけどってなる。あ、そうなんだ。まあでもエロいと感じる人もいればキモいと思う人もいるということで、十人十色です。ビクビクして、何のビクビクとか聞いてくるのなんですか？そもそも言うなよってことだと思うんですけども、言われた時の対処法とか。その時は多分 M のふりしてあげたら嬉しいかもね。あ、なるほど。まあ、例えば、ああ勘弁しました。そうかね、いいですか？最悪。じゃあ骨抜きよとかもいいですか？まだ出る。まだ、うん。おっぱいにがついている彼氏を見ると、うわ
としようがない。ちょっと笑ってねえ。やめて。突き放す。突き放してまたやられるとそこにエロさを感じるかもしれないですしね。確かに確かに。そうそうそう、はい。強制終了。まん。友達に電話した時に、待って、マンペってめっちゃ熱くないっていう話題になったんですね。そしたら友達が、いやマンペマジ相性いい証拠だから大丈夫大丈夫って言ってくれたんです。HH大先生が難しいけど、これは相性がいいなってって言っとけばいいと思います。恥ずかしがらずにマンペペペチマルコの形が汚かったら冷めますか。チンコの形が汚いって何。いや、私チンコの形わかんない。え、あんのすごいのとか。確かに曲がりチンポとか傾きとかいろいろあると思います。2番をこうやるときに右手でやる人はこっちに曲がるし、左手でやるとこっちに曲がったりするらしいです。癖ついちゃうんだらしいですよ。極端に曲がった人とかを見たことありますか。ないです。ないです。じゃあそれはまだこの2人も分かりかねるということで、また曲がりちマルコを見たらお願いします。教えてください。彼氏なんてカチン VS 濡れにくい私自然のローションということですね。質感、濡れ感大事。濡れ感は大事です。前期が短い。これは物申しますよ。よくないよね。もういい、早くしてってなるぐらい散らした方がいいです。前期というものは。あ、多分そう、その方が女の子も満足度が高くなる。自分のね、制約に負けないでください。男性諸君、女の子をちょっとお願いしてもいいかな。今日はいっぱいいじめてとか。違う、私が言ってるとか言って。すいません、バケツを74個お願いしてもいいですか。まず私は救急車を願ってもいいですか。彼女のフィラが気持ちよくないのですが、どうしたら。てんてんてん。あー、裏裏裏の方していただければな。